はい、どうも、MKツーのまちでございます。というわけで、今回は AKB48 の話題でございます。先日ね、AKB48 の公式 YouTube チャンネルの方で公開になりました。新曲、離れていてものミュージックビデオが解禁になりましたね。皆さんはもうご覧になりましたでしょうか？まずはね、その詳しい説明がありますのでね、そちらから見ていこうかなというふうに思います。離れていてもは、大切な人を守るために新しい生活様式の中で力強く生きる人たちへエールを送り、いつの日か、こんな時代もあったなと誰もが振り返ることができる世界になることを願い撮影したドキュメンタリーミュージックビデオ。すべての収益は医療従事者の方をはじめ、新型コロナウイルス感染拡大防止のために頑張る皆様のお役立てになればと思い、全額寄付させていただきますということでございます。で、これについてね、記事も、出ていて、OG の方もコメントもね、出てるということなんで、そちらもね、せっかくなので見ていこうかなというふうに思います。日刊スポーツさんの記事ですね。AKB48 が、コロナ禍にまつわるメッセージソング離れていてもを制作したことが21日分かった。 AKB48 の現役メンバー105人と SKE48 の松井樹里奈に加え、前田敦子、大島優子ら OG8 人も参加。来月1日から配信を開始し、収益は医療従事者らに全額寄付される。 AKB48 がレジェンドメンバーと共に新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組む人々にエールを送る。離れていてもは、コロナ禍でこれまでのように会えなくなってしまった大切な人を思う曲。22日から YouTube で公開されているミュージックビデオでは、リモートでの歌唱をはじめ、新たな生活様式を映し出したドキュメント作に仕上がった。今回は運営からの呼びかけで、元祖神セブンの前田、大島をはじめ、板野友美、小島春菜、高橋みなみ、篠田麻里子、指原莉乃、山本さやかの8人の OG もリモートで歌唱。 OG の楽曲への参加は、16年3月発売の10周年記念シングル君はメロディー以来約4年4ヶ月ぶりとなる。大島は、久しぶりに仲間と歌えて私自身励みになりました。この曲を聴いてくださった方にも励みだったり活力となってくれれば嬉しいです。前田も、たくさんの方の心に届きますようにとコメントしている。 AKB としては、11年の東日本大震災の際に誰かのためにプロジェクトを立ち上げ、復興応援ソング手のひらが語ることの配信や被災地訪問などチャリティー活動も積極的に行ってきた。現総監督の向井地美音は、会えなかった日々を乗り越え、みんなで少しずつ前に進もうとしている今を切り取った MV になりました。卒業生の皆さんも参加してくださり、一緒に歌うことができてとても嬉しいです。離れていても心は一つという思いが伝わりますようにと話している。板野友美、会うことはできなかったのですが、曲を聴くとみんなと心が通っている気がして、私自身も励まされました。こういった時に一丸となれる仲間がいてよかったなと思います。小島春菜、ステイホーム中は私個人として手掛けている事業の中で、何か少しでも役に立てることはないか、今の私にできることを見つけて進めていましたが、今回お話をいただき、またこうして AKB48 のみんなで歌というパワーをお届けすることができて嬉しいです。高橋みなみ、会えないけれどみんなで声を重ね合えるのは久しぶりのことでとても嬉しいです。今一人一人が様々な状況の中戦っています。気持ち的に苦しい時期ではありますが、みんなで乗り越えていきましょう。この曲を聴いた時に少しでも皆さんの心に優しい風が吹いてくれたら嬉しいです。前田敦子、秋元さんが書いてくださった歌詞をみんなで歌えて幸せです。たくさんの方の心に届きますように。篠田麻里子、このような大変な状況の中、自分にも何かできることがあればと思い参加させていただきました。卒業生も現役のメンバーもみんなで力を合わせた曲、少しでも元気になってもらえると嬉しいですと。大島優子、久しぶりに仲間と歌えて私自身励みになりました。この曲を聴いてくださった方にも励みだったり活力となってくれれば嬉しいです。
指原莉乃、誰にも会っていないので正直まだ実感はないです。 MV を見るのがとっても楽しみです。歌割り表を見てレジェンドの皆さんと並んだ名前を見て声をかけていただけてありがたいなと感じました。山本さやか、誰かのために音楽でできることがあるならば、力になれることがあるならば、私はやっていきたいと思っているので、今回お声掛けいただき、とても光栄に思います。また、私事ではありますが、お世話になったグループへの恩返しとなれば幸いです。この曲を聴いてくださった方の大切な人、大切なもの、大切な場所を守れたらという思いを込めて歌わせていただきました。少しずつでも皆さんの心が晴れますようにということでございます。曲自体はね、7月の1日から配信が始まるということでね、最近で言うとね、乃木坂46が世界中の隣人よということで楽曲 MV をね、発表しましたけれども、 AKB48 としては何かしないのかなっていうふうに個人的にはずっと思ってたので、まあやっと来たかっていう風に感じたというかね、まあなんかこれでこそ AKB48 だよねっていう感じに思ったというかね、久しぶりに MV でね、卒業生の方々の姿を見れるっていうところで、まあちょっとなんか昔思い出すというかね、懐かしい気持ちになりましたね。曲自体もすごいいい曲ですし、少し離れて歩いていけたらいいとか、まあ、君のために離れていようっていう歌詞、まあ、ちょっと切ないですけどね。今回のね、この状況にならなきゃその辺のことっていうのは分からなかったことだと思うので、まあ、なんかそれは逆に貴重なことなのかなというふうに思いますよね。まあこの楽曲を聴いてね、改めてね、意識することができるというかね、そういうふうに思いますよね。まあ被災地訪問とかもそうなんですけど、まあ誰かのためにプロジェクトっていうところは今後も続けていってほしいよなっていうふうに一ファンとして思いますね。まあ自分も何かできるわけではないですけども、まあこの楽曲を聴いてね、それがね、寄付につながってくれるということなんで、まあ自分もね、この楽曲たくさん聴こうかなというふうに思っております。まあすごくいい MV になってるんでね、まだ見てない方はぜひ概要欄の方から、見ていただければというふうに思います。はい、というわけで今回のね、 MV についてだったりとか楽曲について皆さんどういうふうに思いましたでしょうか。まあぜひね、コメントの方で教えていただければなというふうに思っております。はい、まあ、そして NGT48 含めてですけども、まあこういう感じで AKB48 のことについてもね、今後動画ではどんどん出していこうかなというふうに思ってるんで、ぜひ高評価そしてチャンネル登録も、していただければなというふうに思います。はい、というわけで今回この辺で終わりにしたいと思います。どうも、まちでした。